普通の RPG。 どうもディランでございます。ということで今回ですね、普通の RPG というね、普通の RPG をやっていきたいと思います。今までですねバカゲー RPG をやってきたんですけども、やっとですね普通の RPG ができるということで、普通の RPG をやっていきます。ということでゲームスタートですね。XZZ ですね。はい、進めます。おー、あの、いや、もう普通じゃない、もうふふふ、普通なのかこれが。いや、まあ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 、まあね、世の中ってのは人によっては普通だったり普通じゃなかったりがあるんで、きっと普通なんでしょう。うん。おー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 、あ、私は勇者勇者に見えねえな。今から私は魔王を倒しに行く。もうすごい、もう一個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 に気合入ってるもんね。まずは近くの村に行って身支度を整える必要があるな。そう時の絵は早速出陣だ。いや、もうどこが普通なんだ。ボロッボロだな、ボロッボロの家。なんだこれ、レッグーザの空の柱か。うわ、ボロボロじゃん。まあ、とりあえず進むわ。近くの村、近くの村、ん、近くなのか。しかも、どこ。あ、いた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 。こんにちは。ようこそ近くの村へ。小さな村だけどのんびりしていってね。戦うの、戦うの。村人 A を叩きのめせ、叩きのめせって言うな。叩きのめす感じのルックスでもないしな。戦う。ちょ、とりあえず攻撃する。はい。強っ。アイス。弱いな。スキルは？強進撃。高進撃ってのがある。なんだこれ、勇者アタックって。この辺はまあまあ普通かもしんない。ちょっとこれで攻撃してみよう。お、強っ、おやじ、弱っ。口ほどにもない。お金を12,500円奪った。うわ、リアルリアルな感じだな。キャー、まあ普通だね。うん、普通だね。あ、ここは入れない。まあまあ今んところ普通かな。ここも入れない。ワンちゃんがおる。やめろ、ワンちゃんと戦う。なんかこっち見てきた、こっち見てきたな。こんにちは、ワンちゃん。ワン。犬を叩きのめせっていうのと、ワンで戦うな。でもさっきのルックスと大違いだろ。家というより狼じゃねえか。とりあえずちょっとまたスキル使うわ。いけ、弱っ。みんな刺身にしてやるぜとか言うな。刺身にする、犬を刺身にすんな。攻撃アタックだ。え、でも刺身に死ぬのは変わらないの。9999の経験値を得得。おお、めっちゃ覚えたし、めっちゃ覚えたしじゃない、めっちゃ上がったし、気合を覚え、気合って何？爆発した犬が。これ何？うわ、なんか変なのいるな、なんだこいつ。で、お店だったんかい。わかりにくいわ。なんだ萌え漫画って。仲間一人の戦闘フォロー回復する。オレンジジュース。仲間一人の MVP を400回復できる。あらゆる状態を回復する。とりあえず買っとこ。5個ぐらい買っとく。それぞれ5個ぐらい買っとこ。あ、だ、違う違う。あ、もういいや。このまま連続していく。え、これも、12345。OK。なんだこれ？なんか、あれ見れねえのか？あ、見えた。怖っ。もう目が怖えもん。目が人を殺すっていう目してるもん。怖すぎるだろ。装備は？最強装備って何？あ、これがさ、ああ、そういうことか。なるほどね。最強装備にしてくれるってことね。なるほど。ちょっととりあえず一回回復しよう。よし。戻ろう。なんだこいつは。こいつもまた敵なのか？ん？旅の者か。あ、
強そうなやつだな。お前さ、だから常に誰かを殺めようとすんな。お前、職業はなんだ？なんで職業聞いたんだよ。それ聞か、あんま職業先に聞かねえだろ。よかったら一緒に魔王を倒しに行こうぜ。ほう、魔王か。しかし、なぜ魔王を倒しに行くよな？特に理由はない。勇者の宿命だからな。誰だこいつを勇者にしたやつ。連れてこい。俺が殴る。連れてこい。間違いだ、お前の大きな過ちだ。それに、この勇者の剣もそう言ってる。勇者の剣に見えねえんだ。どっちかっていうと刀だ。うん。俺ならその通りなのだろう。よし、いいだろう。僧侶、嘘つけ嘘つけ。回復なら任せ。お前どっちかっていうと特攻部隊だろ、お前。なんて頼りになりそうな僧侶だ。期待してるぜ。僧侶が仲間、いや、しかもなんか仲間になった感じの BGM じゃねえんだよ。あ、ついてくるようになった。僧侶が、え、刺激宣言ってなってる。僧侶職業だけど、名前刺激宣言ってなってる。なんだそれ？ピールってなんだ？ヒールの亜種で。ヒールの亜種がピールになるのか。なんだそれ？なんだ目からビーム。よくわかんねえよ。その人、とりあえず進むわ。この先なんだろう。ねえ、魔王城に行く前に王様に挨拶していこうぜ。まあ、それは確かに必要だ。そうだな。もしかしたら何か道具をもらえるかもしれないしな。おい、お城31階か。おい、王様に見えん。王様じゃない。どっちかっていうともうそういうマフィアとかのボス。まあ、ボス、まあ、まあ、ボスだから言い方変えれば王様かもしれないけど、ボス。よく来てくれたね、勇者ご一行。1階の受付から連絡は聞いたよ。いやあ、王様。これからもうぶっ飛ばしに行くから何かくれよ。王様に対する口答えってかあれじゃないだろ。話し方じゃないだろ。できれば資金提供もお願いしたいよ。なんかこっそりお金もらおうとしてんな。貴様ら、なんて無礼なことを。はっはっは、まあ待ちたまえ。おろせ、え王様？いい人かなーと思ったけど、王様？全然普通じゃない。うん、その通りだった。マフィアとかそっち系の、その通りだった。あ、戦う。兵士を叩きのませ。うん、わかりました。もうなんなんこれ。気合？威力は自分の攻撃で参照する。なんだそれ、もうとりあえずでもちょっと、敵全体に攻撃しよう。で、お前は目からビーム。お前できねえじゃん、TP0 って。なんだそれ。もう攻撃しよう。ちょりゃーってなる。弱っ、弱っ。王様大丈夫か、その兵士たちで。弱っ。あ、レベル20になった。あ、レベル20、ファイヤー、アイス、バーストめっちゃ覚えるじゃん。お前も気合を覚えるんかい。何でも気合で乗り越えようとすんな。はっはっは、さすが勇者。我が社の兵士なんて雑魚当然だな。何その試した感。勇者なめんなよ。勇者は勇者をなめんなよって言わねえんだよ。しかし君、王と力、強き者、そう簡単には倒せないぞ。別の言い方をすると、私より強い。なんか別の言い方っていう使い方間違ってない？つまり、ここで私を倒せないなら君は魔王と戦う資格すらないぞ。ああ、やっぱこうなるんだ。王様じゃない。王様はそんな風にサングラスもヒゲも足し、ヒゲも生やしてないし、拳銃も使わん。とりあえず、待った。こっちにしよう。
王様で、お前は死ぬ攻撃。王様を刺身にしようとすんな。お、強くはない。強くはない。180、170いくつは強くはない。あ、強いな。いや、もう王様じゃないのよ。もう本当によ。とりあえず、このまま、必殺技というかスキルを使って倒そう。意外と王様硬いな。攻撃かわされてんじゃん、王様。大丈夫か？いや、もうね、なんか、うん。これならどうだ？待って。意外と来る。意外と王様本気出したな。あ、そうだ。こういうのを覚えたんだった。でも、とりあえずピールす。とりあえずピールで回復する。なんだ？なんかもう、回復する音じゃなかったな。なんか殴られた音したな。まあ、いいや、とりあえずお前も攻撃だ。王様強いな。さすが王様と言えるな。王様強い。待て。普通に攻撃で、あなた勇者アタックみたいなのできたな、今。戦うのスキル。勇者アタック。ちょっとこれ使ってみよう。で、お前は、お前もちょっとスキルでファイヤー。なあ、あ、強っ！いやいや、王様から1万円、1万円じゃないな。10万円奪うな。9999の経験値って。あ、一気にレベル、爆発撃って何？勇者っぽくない技を覚えたんだけど。あ、ヒール法？何ヒール法って。だーって、行くか。お前なんか魔王にさ、なんか、普通になんか、なんで、資金だったりなんか物もらいに来たんじゃないの？倒すのが結局目的になってる。お、お前もか。お前もそのノリなんか。何だったんじゃん。ああ、なんかいる。いや、生きてる。まだ生きてる。君たち、よかったこれを持っていきなさい。きっと役に立つだろう。あ、言いにくい。すごく言いにくい。ああ、サンキュー。なんか何事もなかったこのようにお前ら会話してるけど大丈夫？では、頼んだよ。我々の世界は君たちにかかっている。なんか通り過ぎだな。通り抜けたね、今お前。何なんだ？まあ、とりあえずもうちょっとだけ、うん。ここはオレンジジュースなんだよな。なんか俺の見間違いなのかな。まあ、いいや。とりあえずいいや。もうなんかもう買うものもないし。負けなさそうです。お前生きてたのか。キャー勇者様ー、なんでどっち、二人に増えてる。しかも多分どっちかって今ファンじゃん。なんでファンとも戦おうとするん。まあ、とりあえず、もはや剣の技ではない。うん、俺もそう思う。これは個人に対してか。ちょっと全体攻撃で、バースト。いけ！さっきよりもちょっと強くなってる感じ？ダークフォールって何？ダークホールじゃなくてフォールなんだ。あ、回復しやがった。でもう一回ちょっと爆発やってみよう。で、ファイヤー。あ、どうしようかな。ヒール砲。敵一体の一部を回復させないで毒を含む気合弾を撃つ。威力は自分の攻撃力、ダメージは敵の魔法防御に3、あー、なるほど、ちょっと使ってみよう。気になる。あ、強っ。シャイニングフォールって何？あ、強いな。しっかり強い。つまり死という名のゴールを授ける。なんでちょっとカッコつけたんだ。意外と強いね。ちょっと一回回復、あれなら気合入れよう。気合入れ、まだまだね。気合で、ピールで、こいつを回復させる。原理は不明だが、回復するってどういうこと？お前が使ったんだよ。なんか、回復が結局殴られてるんだよな。強いな、しかもこいつら。あ、目からビーム使える。
あ、強い。ちょ、目からビーム見たい。ターゲットを確認。お前意外とロボットらしいな。しっかりロボットらしいな。じゃあファイヤー。あー、いやー、強いね。この子意外と強いね。あー、弱かった。もう意味わかんない。経験値の上にお金6円って。じゃあこの子たちは多分貧乏か。萌え漫画、萌え漫画、勇者の髪飾りを手に入れた。おー、レベル99になっちゃった。メテオストライクっていう、もう、すべてを無にするかのような技を覚えちゃった。キャー、ちょうどいいトレーニングアイテムだぜ。噛んだし。噛んだし、多分ファンだぞ。これで魔王討伐も楽になるな。うん、まあ、99になったしね。楽だろうね。一回、回復しよう。回復。回復。お前も回復。オッケー。意外と回復は大事なのかもしれない。まあいいだろう。あ、こっちじゃないの？え、ここじゃないの？どこじゃ？一回、待って、ちょっと、それ、やっぱりちょっと、回復買っときます。え、どこなの？セーブだ、あ、セーブできる。セーブ忘れてた。セーブできた。え、魔王、どこなの？こっち？準備はいいか。待て、ちょっと待て。一回ちょっとここ入れんのかな？あ、入れねえんかい。どこも入れねえ。よし。あ、俺はいつでも構わないぜ。よし、行こう。普通の家。こんにちは。魔王いますか？いや、そんな感じで入んねえだろ。友達の家に来たんか。こんにちは。どちら様？いや、魔王じゃねえ。魔王じゃない。どっちかっていうと、こいつがじゃあ勇者。こいつがじゃあ勇者よ。出たな、魔王。出たな、魔王とか目の前にいたわ。なんて悪人ずらした奴なんだ。世界が危機に迫るのも納得がいく。いやいや、どっちかっていうと、お前らが悪人だからね。兄ちゃん、この人たちは？さあ。お前の知り合いかと思ったけど。何をごちゃごちゃ話してる。そちらから来ないのなら、こちらから行くぞ。いや、もう、うん。どっちが敵かわからん。覚悟しやがれ。いえいえ。うん、なんか勇者と戦ってる気分。魔王じゃない。勇者と戦ってる。魔王を叩きのめせ。魔王の仲間を叩きのめせ。うん、本当に。よくわからないが、倒してしまうか。そうだね。サクッとやっちゃおう。うん。主人公っぽ。あいつらの方が主人公っぽ。ちょ、とりあえず気合を入れて、お前も気合を入れろ。二人とも気合を入れるんだ。意外と強い。さすがだな。さすがだ。まず。魔王。そして、このなんかよくわかる。速度補正がマイナス150入るってこと？敵って思いっきり殴り飛ばす。あ、なんだ、メテオストライクっていうか、なんかそういう隕石系かなと思ったら普通に殴るんだ。あ、相手もファイヤー使えるんだ。あ、かわしたし。なんだ何が起こった？よくわかんない。よくわかんないけど、なんか起こったんだろうね。わからん。ああ。黙っちゃったからもう何も使えなくなっちゃった。というか、アイテムでお前回復した方がいいな。いやー、でもさすがにね、さすがに魔王は強いんだ。あー、やばい。中国兵がやばい。やばいな。待てよ。お前はそのままちょっと、あ、勇者アタックできる。オッケー。お前はまだ喋れない。あ、防御しちゃった。間違えた。まあ、いいや。回復しようと思ったんだ。うざい、強い。勇者アタック強い。勇者アタック強い。勇者アタックは TP があれだね。ないとダメなんだな。全体攻撃のアイテムです。全体アタック、あー、死んだ。待て。俺には最強のアイテムがある。萌え漫画。お前を回復させる。
なんで萌え漫画で回復すんだよ。萌え漫画で立ち上がんな。あ、やばい。待てよ。まだ優勝アタックは使えないから、気合のスキルでピールです。お前を回復させる。あー強いな、さすが。あー回復してってやがる。あーこれがパシュだぞ、つ、殴ってんね。やっぱ殴ってるわ。最後の最後にしてやっぱ殴ってることが分かった。あ、使えねえ。マジか。どうしようかな。アイス、ヒール法、ちょっと毒にしよう。ちょっと、うわー回復腹立つ、回復腹立つな。でもいいね、毒。あーまた死んだ。うっそ、お前使えねえな。なんでお前のことをどんどん回復させなきゃいけねえんだ。うわー、お前もうほんとモグラ叩きみたいになる。お前すぐ死ぬやん。頼むよ。もうずっとこの繰り返しになっちゃうから。ああ、おやらが、やばい。主人公がやられた。待て。こいつら強え。待て、やめて。危ねえ。よかった。なんで相手の方がちょっと早いんだよ。攻撃の、スキルで、ピールで自分を殴れ。あかん。これは自分で殴ってるんだろうね。自分でこうベベベってやってるのか。無様だな。どうしよっかな。メテオストライクで魔王。でもちょっと MP 回復した方がいいな。あかん。どう？なんかよくわかんないね。結局よくわかんないね。どうしようかな。待てよ。防御。じゃない、待て。違う。アイテムの。仲間必要の。おお、そんなことができるのか。ちょっと待って。ちょっと後でやろう。どうしよう。ちょっと MP を回復したい。で、お前は、自分で自分を殴り回復しろ。よし。あー、少しだね。結構少し。で、次ちょっとよくわかんで、ジュース使おう。よし。攻撃じゃなくて、スキルの、また違う。待て。スキルの爆破撃で魔王。そして、アイテムのオレソジュースとかよくわからんやつを使う。これ使うとどうなるんだ？すごい。すごい。運が上がったかよくわかんない。な。でも強くなったことは確かだ。そして、勇者アタックが使える。そしてお前は自分で自分を殴れ。どう？来るんじゃない？これは。あれ？意外と効かない？あ、しかも外したし。あー、回復が腹立つ。スキルの。あー、どうしようかな。一体にしか攻撃できないけど、とりあえずこれやって、スキルの。あ、目からビームにしようか。ミス。あ、混乱した。倒した。オッケー。あとお前だけだ。もうこれでね、暴れ防御しちゃった。混乱してても攻撃は来るんだ。じゃあ、スキルで、爆発機。で、お前は、念のため、回復してください。お前なんで外す？やべ、我に返りやがった。なんだと。アイテムの、お前も自分自身に使え。お前も強くした方がいい。やべ、もうちょうど戻っちゃった。いやー、もうすごい。もう最後の運がやっぱわかんない。運が上がるとどうなるんだ？避けれるとかかな？意外とじゃあ、あれ？思った以上に普通の RPG な感じがする？そんな感じがする？よし、これ使おう。来たー！よし、いいぞ。いや、あー、まだか。
なんでこんな接戦なんだよ。なんでこんな意外と接戦なんだよ。待てよ。MP だからな。どうしようかな。いや、これは普通にスキルを使おう。ファイヤー、メテオストライク、ちょっとメテオストライクやろ。うわ、強いな、魔王。強いな、魔王。魔王強ない。じゃあ、スキル、メテオストライクだ。よし。ああ、接戦。ああ、倒れた。またお前倒れやがった。萌え漫画。起き上がれ。もう、なんなん？なんでこんな意外と強いの？ほんとやめて。これはアイテムじゃなくて、スギルのメテオストライクでいきまーす。え、魔王強ない？あー、外す。強。待って、どうしたらいいんだ？あ、また防御しちゃった。バーカ。ほんとに。あー、戻っちゃった。よし、ちょっともう一回、使うぞ。あ、使えなくな、あ、待って、勇者アタックいける。勇者アタックの、アイテムの、これを使うぞ。お前だ。あ、これも、もはや剣じゃないけどね。いやー、接戦だな。そして、爆破撃。スキル、メテオストライク。どうだ？うわ、強い。あー、まだ、まあ、毎ターン2500回復されるの腹立つ。ちょっと一回気合入れよう。お前も気合入れろ。気合入れてちょっと攻撃に備えろ。よし。そしてスキルの爆撃。そしてスキルのメテオストライク。どう？いける？あー強い。あー強い。なんなん？強い。待て、スキルでピールで回復させよう。いやー、あのね、こいつ、あー、また死んだ。こいつ使えねえ。ほんとに。うわ、萌え漫画あと2冊しかないよ。大丈夫？なんでこんな接戦なんだよ。これ、シャイニングホール、あれだよな。二人に攻撃してくるから腹立つな。そして、あ、勇者アタックがちょっとあともうちょっとできる。あ、でも気合使っちゃったら減るからな。待って、アイテムの、あ、俺なんちゃらジュースなくなっちゃった。まずい。とりあえず、あた、気合入れよ。で、お前はピールをこいつにしられ。よし。で、次、あれだ。あれ？まだまだまだ。あ、待って、気合入れちゃった。結局、気合入れちゃったんだ。間違えた。結局、ズカチした。よし、メテオストライクだ。強っ。こんな時間かかる。あー、来た、勇者アタック。そして、あー、どうしようかな。ちょっと、毒にしよう。霧がね。どう？毒になって、よし、来たー。いいぞ、毒になった。これでじわじわと攻撃が食らっていくんじゃないか。ちょっと MP がないね。ちょっとアイテム回復しよう。お前で、スキルの、メテオストライク。オレンジジュースってとこが普通なんだよ。オレンジジュースだけが唯一普通なんだよ。かわすな、攻撃を。待て待て。爆破撃。スキル、メテオストライク。どうだ？どう？もうやられて？お願い。よし、来た！あー、つけた。長、もういいよ、今更経験値もお金も、もう触れねえわ。うやー！なんか、ルックスからは違う、あれだね。叫び声出たね。終わったの？もう倒したぜー。
やったな、おおわ。これで私たちも上位の魔物に仲間入りだ。お前ら魔物だったのか。そうだな、王様もすぐ近くにいることだし、魔界に帰らずとも報告ができるぞ。どういうこと？つうか、なんで王様は表の世界で仕事なんてしてたんだ？だな、そこは俺たちが知るところではない。ま、生まれ続ける魔王の監視でもしてたのではないか。そうだな、私ら王様がいる限り、私らの王様がいる限り、それを狙うも魔王が現れ続けるから、きっと事前に情報を得ようとしているのだろうな。さすが王様だ。私らももっともっと王様の役で立てるように成長しないとな。いや、その王様をお前らはさっき切ったんだぞ。何言ってんねん。ああ、特訓、頑張ろう。お普通の RPG、おしまい。どこが普通なんだ。